様こんにちは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今聖地で浄化をしております。さて今日は水星逆行ということで、まずはじめにホロスコープの話からさせていただきたいと思います。水星逆行が1年の中で、まあ、3回定期的に起こるんですけれども、今回は、はい、これ手作り、私の手作りホロスコープなんですけれども、今回ね、水星がここ双子座に今現在いるんです。今現在いるんだけれども、この双子座から逆行していく状況になるんですね。5月の10日から、逆行していく、そういう流れになっていって、じゃあ逆行するとどうなるのかと申しますと、復縁の大チャンスなんです。特に今回影響が大きいのは、まず双子座さん、双子座さんのところで水星の星が逆行するので、まず双子座さん、そしてその後に牡牛座に水星が入るので、牡牛座さんも影響が大きくなります。それと同時に水亀座の方、ヤギ座の方も今回は水星逆行の影響が大きいかと思います。特に復縁望んでる方は大チャンス。はい、まず水星逆行というのが上の段ですね。5月の10日から6月の2日まで、これが水星が逆行している日にちです。でも実際の影響はというと、この始まる前の日にち、そして終わった後の2日間、始まる前、終わった後、ここもね、非常に影響が強いと言われています。なので5月の8日ぐらいから6月の4日ぐらいまでね、丸々1ヶ月ありますよね。この期間が特に復縁の大チャンスと思ってください。今回毎月のリーディングで、牡牛座、双子座、水亀座、ヤギ座さんのね、リーディングをすでに上げているのもありますし、今から上げるのもあるんですけれども、星座別のリーディングもしておりますので、よかったら見てください。そして今回まずどのように見ていくかというと、ルノルマンカードで見ていくんですけれども、まずルノルマンカードで見ていくんですけれども、時期を3分割して、あなたにとって復縁のチャンスはいつ来やすいのか、5月の8日から15日、これを第1、16から25、これを第2、そして26から6月の4日、これを第3ということで、あなたにとって復縁の可能性がある時期、連絡が取れやすい時期がいつなのかというのを見ていきたいと思います。さあ、今日まずはルノルマンカード、これでね、見ていこうと思うんですけれども、こちらルノルマンカード3つデッキを用意しております。はい、これあなたのカードです。男性でも女性でもあなたです。まず1番の方、こちらのカード、はい、そして2番の方が、はい、このカードですね。そして3番の方が、はい、こちらのカードとなっております。ピンときたものありましたら選んでみてください。まずはいつ復縁の可能性が高まってくるのか、連絡が取れるのはいつなのか、そこから見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、1番の方から見ていきたいと思います。まずはこの水星逆行の期間を
3分割に分けて、あなたにとってチャンスの時期はいつなのか、特にね、お牛座、双子座、水瓶座、ヤギ座の方はすっごく可能性が高いので、ぜひともね、チャンスをつかんでくださいね。はい、じゃあ開いていきましょう。さあ、まず出たのが船。道。タワー。ほう。はい。まずこのカード。そして、はい、ここで山が出て、ライダーが出て、はい、庭が出ています、さて、はい、ここでネズミですね。クローバー。ユリ。さあ、あと1枚ずつカードね、出していきます。お、魚がここ出てますね。これ飲みに誘ったりするの良さそうなんだけどな。連絡取れてたらいいですね。あ、ここもいいじゃないですか。月と道が出てる。良い。はい、そしてハートが出ましたよ。わあ、いいですね。これね、前半、5月の8日から15日まで、これすっごく可能性ありそうです。そして、はい、ここにクマが出て、あ、でも連絡取れそうですね。鳥とライダーが出て、はい、そして棺桶が出ました。はい、ネズミと木。ここにもチャンスやってきます。クローバーとコウノトリ。わー、よかったですね。ユリと花束。はい、あ、はい、あ、可能性ね、いろいろ出ていますよ。あ、よかったです。このカードの見方なんですけれども、こちら、ここがまず5月の8日から15日、そしてこの分が5月の16から25、そしてラストの分が5月の26から6月の4日として出てるんですけれども、もうね、早速これこう、あの人との関係が動くとか、こう、なんかね、飲みに誘ったりとか、なんか飲みに行けたりとか、連絡取れたりとか、遠出できたりとか、もうそういう可能性が早速出てますよ。もう早速で出ていて、本当に早い方。5月の15日までに、これね、復縁、はい、これできそうな感じがします。こう、あなたとお相手様との関係が、固まっていく、こう、ちゃんとしていくっていう、そういう、こう、チャンスもやってくるし、まずここ、第一段階の時、可能性がすごく、すごく出ています。そして次なんですけれども、5月のね、16から25を見ていると、こう16、17、18ぐらいかなのところは、少しあなたの体調なのか、あの人の体調なのか、
ここはね、あんまりおすすめができない時期って出てるんです。でもそこからなんですよね。そこからがまたね、こう嬉しい連絡が来るよとか、返信が来るよとか、連絡が取れるよ。そしてこう恋の花が開くと出てますので、いや、ここもいいですよ。ハートとね、花束が出るのはすっごく嬉しいかと思います。そして最後の段階なんですけれども、5月の26から6月の4に関しては、ここのね、ちょうどこう真ん中の時期、ここにこう連絡が取れる、返信がある、そういう感じになりそうなんだけれどもって感じですね。ここのなので、日にちで言ったらちょうど真ん中のところなんですよね。20、30、31日とかぐらいだったら、ここね、可能性があるというふうに出ています。まずこれトータルで見てもね、こう恋がこう動き出すよとか、恋が進展するよとか、連絡が取れる、また復縁できる、そういうね、嬉しい流れは出ている。出ているから、まず一番の方、非常にこの時期の可能性高いんじゃないでしょうか。じゃあタロットでも見ていきたいと思います。はい、じゃあ一番の方、先ほどねルノルマンカードで3つの時期を見てみたんですけれども、とてもいい可能性がね出ていました。じゃあ次はタロットで、あの人の気持ちも含めて、じゃあね、どういう流れになっていくのかというのを見ていきたいと思います。可能性ね、すごくあると思うんだけどな。じゃあ見ていきましょう。はい、まずね、コインのナイト、セージが出ましたね。はい、そしてソードの9のリバース、あの人の気持ち、ソードのクイーン、セージをワンドのエース、リバースで出てる。あの人連絡取りたいって思っている。思っています。情熱がね、戻ってきている。はい、そして正義が出て。あ、状況って連絡取れますね、これね。連絡が取れてね、案外心が近くなっていくような、そんな感じがしています。そしてあなたの状況が、女帝のリバース、あの人がソードの3、離れたこととかね、別れたこととかを後悔してるって出てる。過去にもしかしたら二股とか、どちらかが結婚していたとか、そういう状況だったのかな。はい、そしてアドバイス、ソードの10ね。あ、これ新しく始まれそうだけどね。はい、そして流れ、はい、コインのページのリバース、コインの10のリバース、コインの3のリバース、とごめんなさい、揺れてしまって。はい、カップの4のリバース。はい、わかりました。よいしょ、一番後ろのカードがバンドの10のリバースが出ています。さて、あ、やっぱり、あ、この恋ね、第一段階、5月の8日から15日までに
動きやすいっていうのがすごくわかるような気がします。まずあの人自体がね、あなたのことをねすごい考えてます。うん、すごく考えているし、この連絡を取りたいっていう気持ちとか情熱とか、あの人の心にねすごくこう戻ってきています。この水星逆行の影響すごく受けてるのかもしれないです。で、お二人のご縁ね切れてないですよ。全然切れてない。むしろ今からもっと二人のねこう距離が近づくって出ている。で、これ連絡が取れる文字、 LINE、メール、そういうもの考えられますので、やっぱり早い段階、うん、もう本当に早かったらねこう8日から10日とかねぐらいで連絡がね取れる可能性も大なんです。あの人がこうすごく悲しんでたり、うん、泣いてたりするんですよね、うん、あなたのことをこう思い出して、そしてこう2人の恋っていうのがこうなんで別れたのか、うん、価値観かな、うん、なんかお互いすごく苦しんだっていう感じがするから、もしかしたら複雑な状況だったりとか、どちらかに重に非常に重く感じてしまったとか、そういうのがあるかもしれないんだけれども、なんか2人の海をなんか全部出し切りましょうみたいな、お互い思ってることとか全て、うん、それをねこう出し切るこのきっかけが来ると思います。で、これがね出し切ることができたら、ここ今ねカードリバースで出てるんだけれども、全部これね正位置に変わっていくと思います。うん、今はねこういう感じでこうなかなかね愛情があるのにきっかけがつかめないとか、こう一つになりにくいとか、もうちょっと時間がかかるって出てるんだけど、悪くはないんですよ、悪くはないんだけど、このアドバイスを取り入れることによってここがね変わりますね。うん、やっぱり恋が始まるとか、うん、でね全部これねコインのカードが出てるから、2人のご縁っていうのがここもねコインなんですよ。うん、だから2人の恋っていうのは着実にゆっくり進んでいく、そして最終的には一つの大きな結論、まあ、家族になるとかね、時間をかけながらそれが出るかもしれないよって出てるので、うん、はっきり言ってねこの一番の方、可能性はとってもとってもあると思います。素晴らしい。じゃあ最後にね、はい、こちらのカードからアドバイスを、あ、2枚出ましたね、引いていきたいと思います。はい、あ、3枚出たじゃあ3枚のアドバイス、あ、ポジティブエナジー、ドリームビッグ、フレンドシップ、あ、やっぱりねあの人とまずなんか仲良くなれそうだし、睡眠下ではお互い思い合ってるんじゃないかな。そしてあなたの大きな夢、もしかしたらね最終的には例えば家族になりたいとか、そういう思いがあるかもしれないんだけれども、それもね叶うかもしれないよって。そしてあなた自身のこのね取り巻くエネルギーがとてもねこう綺麗で元気なものになっていきそうって出ています。あの言霊とかも大切にしてくださいね。うまくいくから大丈夫とか、私は元気とかね、そういう言霊も大切にしながら、うん、この恋ね、この第一段階、この早い段階からね叶っていく可能性大だなと思いました。はい、これが一番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ2番の方、まずはルノルマンカードでこちら3分割をして、復縁の可能性の時期、連絡が取れる可能性の時期というのをまずは見ていきたいと思います。
開いていきましょう。さ、まず出たカード、フォックス、まず出ましたね。もうフォックスが出て、手紙が出て、ウィッシュカードのキーが出ました。はい、そして生まれ変わりを表すクロス。お、船、はい。子供、はい、連絡が取れるライダー。無知、ワンちゃん。はい、もう一枚ずつカード出していきます。鳥ですね、はい。本、ここ連絡取れそうですけどね。うん、そしてキーとネズミか。ふんふんふん、なるほど。はい、カード出していきます。クロスと花束、船と魚、動きますよこの恋。お出ました、子供とハートが出ましたね。おー、いいんじゃないですか。特にここ後半、うん、一番ラストのね、この26から6月の4日、ものすごく可能性がありそうです。あ、ライダーとリングが出てる。連絡取れるし、約束が出る、できる。ムチと月、はい、ワンちゃんと木。あ、はい、可能性高いですね、とても。うん、全体的に見て、まずこちら右側にあるところが5月の8日から15日、そしてここの真ん中の列ですね、ここが16から25日、そしてラストが26から6月の4と出てるんですけれども、うん、なるほど。あのですね、まず5月、まあ、水星逆行が始まって、まあ、ここ中で出てるからね、まあ、5月の10日過ぎぐらいかなと思うんですけれども、一度あなたが連絡ができる状態であれば連絡をしてみることをお勧めします。もしかすると5月のね、15日までは返信が来ないかもしれないんですよ。でもね、16日以降をこれね、連絡が来る、もしくはあなたからもう一回送ってみる、そうすると返信が来る可能性がある。これ16から20日ぐらい、うん、になる。そしてその後2人のね、いわゆるこれね、友情がね、復活するって出てるんですよ。そしてここラストの流れが5月の26から6月の4日までに2人の恋が復縁、一回終わった恋が再び始まる、二人の恋が深い関係になる、二人の関係がラブラブになるって出てるから、これはね、恋の流れ、こうあなたから勇気を出すことによって、もしかしたら一回二回勇気を出すかもしれない、でもそこからつながっていく可能性は十二分にある。もうね、この水星逆行、いわゆる終わる頃には二人の関係が恋仲になるというか、言葉が古いかもしれんけど、うん、あの関係がね、これ復活してますね。うん、素晴らしいと思います。まずね、やっぱりこの動く動くっていうのを頑張るからこそ、あの人と友情が復活して、そこからまた恋に発展していくのかなっていう流れが出ています。じゃあ次はね、タロットカードで見ていきたいと思います。
はい、じゃあ次ね、2番の方の今度はね、タロットであの人の気持ち、今後の流れをもう少しね見ていきたいと思います。良さそうです。じゃあ見ていきますね。まず2人の今の現状、カップの5ですね。うん、分かりました。今離れてる、別れてる、そんな感じかな。はい、そして障害がコインのキングのリバース。おー、あの人がなんか固くなに頑固になってたりとかね、なんかそういう、こう自分の信念みたいなものがとても強い方なのかな。はい、あの人の気持ち、カップのエースのリバース、リバースだけどこれ相性ありますね。うん、相性ありますよ。わあ、見てください。太陽ですよ。これあの人の気持ち、なんかね、あの人自分では認めたくない部分あるかもしれないけど、あなたのこと、いやー、運命の人、大切な人、あー、そういう風に出ていますよ。うん、そして2人の過去、バンドのページ、はい、そして流れが皇帝のリバース。こうあの人がね、なんかこう勇気が持てないとかね、こう怖がってるっていう風に出てるんですよ。まあ、社会的な立場とか会社とか、もしかしたら複雑な関係の人、彼女がいる、奥さんがいるとかね、そういう関係の人もいるかもしれないけど、このね、まずね、気持ちはすごいよっていうのを言いたいですね。そしてあなたの現状がバンドの8、もう連絡したいみたいな、私は動きたいっていう感じで、であの人の現状、ソードの10のリバース。わかりました。はい、アドバイス、ワンドのナイトのリバース。はい、そして流れが、やった、カップの3、聖地。お、ソードのキングの聖位置、あの人が変わりそうだな。はい、そして運命の輪のリバース。はい、そしてバンドの9のリバース。はい、そして一番裏のカードがソードのナイトのリバースが、さあ出ています。はい、わかりました。一番最初にまず第1の段階であなたから連絡をしてみてくださいって私お伝えしたんですけれども、確かにね、あの人って連絡が来て喜んでくれるんですよ。喜んでくれるんだけれども、かたくなにこうちょっとね、頑固になっているんです。なのであなたからの連絡を喜ぶんだけれども、それをまだ行動にはしないのかなって気がします。でやっぱりここなんですよね。ここから2人の流れが変わっていって、もしかしたら例えばこれが2人じゃなくて3人以上で会うとか、例えばこう LINE でもグループでやり取りが始まるとか、そういう可能性あります。みんなで会うとかね、そういう形になっていって、そしてあの人がようやくね、ここでね、リバース出てるんだけど、ここでね、こうあの人がなんかこう勇気がないとかね、怖がってるとか、そういうネガティブなね、気持ちが出てるんだけど、そのみんなで会った後とかね、こうみんなで連絡をし終わった後っていうのが、やっぱりあの人が自分の気持ちに気づきそう。あ、やっぱり
俺は、私は、うん、あのね、か、あの人のことが好きなんだみたいな。ここでね、あの人動きます。で、やっぱりね、良かったなって思ったのが、あの人の気持ちがね、その抑えてます。できるだけあなたのことを考えないようにしてる。でも、もう心の中ではなんか求めて大好きで思い出してしょうがない。頭では考えないようにしてるんだけど、心の中にはあなたがいます。あとはあの人が素直になれるかどうかなんですよね。素直になれるかどうか。で、今はまだ拒否してるんですよ。いくらあなたのことに惹かれていたとしても、いや、ダメだみたいなね、感じで自分の信念をなかなか曲げないように見えるんだけど、でもやっぱりあなたと一緒にいたら楽しいとかね、そういう気持ちになった時にあの人が動いてくる。なので、先ほどね、まあ、ハートとか出ていましたけれども、この、ね、3つの水星逆行の時、やっぱりここの段階、ラストの段階には2人の恋が、もう復縁として始まっているのかなっていうふうに思いました。じゃあ最後にね、ドルフィンさんからのアドバイス見ていきたいと思います。さあ、ドルフィンさんはどんなアドバイスをくれますでしょうか。はい、ドルフィンさんからのアドバイス。さて、お、はい、レスト、休憩。はい、プロテクションとペイアテンション。はい、なるほど。ちょっと待ってくださいね。はい、わかりました。あの人がね、こう、なんでこんなに固くなに、頑固になってるのかなって思ったら、こう、傷つきたくないとか、傷つけたくない。こう、あなたのことを遠ざけながら、実はあなたのことをね、守ってる部分もあるのかなって思いました。こう、自分の腕で守るっていうよりも、遠ざけることであなたを守る、守れるって思ってる部分があったのかなっていうふうに思ったんですね。で、恋は、もうこのね、休憩の時間はもうそろそろ終わりだよと。慎重に進んでいこうね。どうしてかっていうと、あの人がなかなかこう素直になれなりにくい部分があるみたい。事情があって。でもそれでも、こう、あなたへのこのね、こう、母性というか、父性というか、大切にしたいっていう気持ちはすっごくあるみたいなので。なので、あの人に連絡をするとき、少しこう気をつけながら、慎重になりながら動いていく。そしたらあの人は心を開いてくれる、そういう流れとして見えました。素晴らしい。はい、これが2番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。はい、それでは3番の方、リーディングしていきます。まず、こちらのルノルマンカードで、3段階に分けて大きな流れ見ていきます。いつ連絡が取れやすいのか、会いやすいのか、復縁の時期など、まずこちらで見ていきましょう。はい、じゃあルノルマンカード、シャッフルしていきます。良さそうです。じゃあ見ていきます。まずはファーストカードが、はい、こちらが家が出ています。はい、そしてその次のカード、月。
いいカードですよ。はい、そしてこちら魚ですね。まずここの流れ、いいです。その次が、まあ星 すごくポジティブなカードがね、出ています。船です。ライダー、連絡が取れるカードも出ています。はい、クマ。はい、こちらは棺桶。フォックス。はい、そしてあと1枚ずつ出していきます。はい、これはクロス、十字架ですね。はい、そして今度はこれはね、ムチ。ムチが出て、そして魚と、あの人のカード。あの人がなんか動いてくるのかな。この15日あたり、ちょっとカード開いていきます。はい、そして蛇が出ましたね。蛇が出て、はい、これは木です。木が出て、はい、これはね、幸せの象徴のクローバー。ここね、連絡が取れたり会えたりしそうだな。すごく良さそう。はい、もう少しカード出します。はい、願いが叶うウィッシュカードがね、これが、よいしょ。で、熊と一緒に出ていて、ここもいいですね。そして、棺桶と、庭ですね。はい、そして、フォックスと、鎌が出ました。なるほど。はい。じゃあ、まずは、はい、こちらのカードの見方なんですけれども、一番右、こちらが、まあ、5月の8日から15日がこれです。そしてね、真ん中のところが、まあ、16日から25日、こちらが真ん中。そして一番左のところが16から、ごめんなさい、26から6月の4日っていうふうにね、出ているんですけれども、3番の方って、もしかしたら複雑な恋愛の方なのかなって気がしました。あの人に家庭がある、あなたに家庭がある、もしくはね、こう、あの人にパートナーがいるとか、そういう可能性があるのかなっていうふうに感じました。で、ですね、結論から言うとなんですけれども、今あなたが音信不通とか連絡が全く取れてないっていう方であれば、このね、彗星逆行中にこれ何らかの形でね、連絡は取れそうです。返信もこれ来るんじゃないかなって思ってます。もうこれね、ライダーとクローバーっていう連絡、それも嬉しい連絡、突然の訪問者とかね、そういう可能性があるので、結論的にはこの彗星逆行中は、彗星逆行っていうのはプラスに持っていけそうな、そういう流れに見えます。で、最初ね、あの人がなんかここ動いてくるのかなって思ったんだけれども、もしかしたら仕事がすごく忙しいのかなとか、こう、あの人自身飲み会とかが多いのかなっていう感じがして、まずここのね、前半は少し厳しいかなーって感じがしてます。なんか忙しかったりね、そういうものが出ている。で、中盤になると、ここ16、17とか
ぐらいはなんかね、きっかけがつかめそうな気はするんですよね。例えばあなたとあの人の間に誰か共通の知り合いとかがいるのであれば、なんかそこでつながりそうな気はします。つながりそうな気はするんだけれども、でもね、今のところ、あ、ごめんなさい、ここの後半なんですよね。6月のね、やっぱ1日から4日ぐらい、ここがすごくあの人との関係が前向きに動き出すとか、連絡が取れるとか、約束ができるっていう風な感じが出てるので、私が一番おすすめしたいのはここの部分かなと思いました。なので今の状態よりも恋が進展する、復縁の方向に向かうって思ってください。ただあの人は確かにちょっと忙しそうです。プライベートとか仕事とか、そういうのがかなりね、忙しそうな気はするんですよね。で、もしかしたら複雑な関係かもしれないしっていうところで、なんか動きたくても動けない事情があるのかもしれない。でも6月に入ってから、本当に彗星逆行のラストの時期には、大きく物事が進展しそうっていうふうに出ました。じゃあ今からタロットを使ってあの人の気持ち、流れを見ていきたいと思います。はい、じゃあ3番の方、今度はこちらタロットで見ていきたいと思います。開いていきましょう。まずお二人の今の現状、コインのエースのリバース、はい、障害がワンドの5、聖地、喧嘩、言い争い、なんか言葉になんか出したっていうね、そういう感じがする。でもね、お二人の縁切れてないです。あの人の気持ちがね、正義のリバース。やっぱり結婚してるのかな。そして隠者のリバース。もう素直になれてないって出ています。はい、コインの5のリバースが出て、お、フールが出て、大アルカナ多いですね。ああ、なんかチャンスやってきそうだな。はい、そしてあなたの状況が鳳凰。もしかしたらね、ダブルかもしれないですけどね。はい、あの人の状況がコインの6のリバース。はい、アドバイスが、ここでもね、エースが出ました。ワンドのエースのリバース。はい、流れが戦車のリバース。すごいな、ダイヤルかな。ソードの7、聖地。はい、マジシャンのリバース。はい、そして節制のリバースが出ています。一番裏のカードはね、タワー。何枚ダイヤルかなが出たんだろうっていう感じで、お二人のね、ご縁の強さ半端じゃないですね。前世からの縁とかソウルメイトっていう風な可能性がすごくある方たちのようです。なるほど。お二人がですね、なんか一つになりたくてもなれない、もう少し時間がかかるって出てるんですよね。今の現状を見てると。でもいずれ二人の関係がまたね、よりが戻る。でもそれが今じゃなくて、もうちょっと先、
もうちょっと時間がかかるっていうふうに出ていて、大きな喧嘩をしちゃったのか、なんか束縛されるのが嫌だったり、そういう部分があったのかな。こうもっと自由でいたいとか、金銭的な問題とかも過去にあったのかもしれないです。で、あの人の気持ちなんですけれども、ここね、ダイアルカナが2枚出ていてすごいなって思うんですけれども、正義のリバースと陰茶のリバース、あの人がなんでこんなにこう慎重になってるのかなとか、あなたと今こう距離を置かないといけない、なんかそういうふうに思ってるみたいなんですよね。なんか私はやっぱり複雑な関係っていう感じがすごくしていて、あの人が慎重にならざるを得ない、もしかしたらね、妻バレしたとか、例えばあなたの方のこうご主人に見つかったとか、見つかりそうだとか、こうそういう可能性があって、何か法的な目を気にしているような、そういう気がしています。で、流れを見てると、ここにね、フールが出てるんですよね。フールが出てるから、やっぱりここ連絡が取れたり、もしくはね、偶然会うとか、そういう可能性があるのかもしれない。で、ですね、ここまでね、ダイアルカナがバンバン出てるから、これからお二人のご縁が切れることはないんだけれども、でもなんかまだね、今じゃないっていうのをすごく言ってるんですよね。あなたの環境っていうよりも、あの人が今何か整えないといけないこととか、こうしないといけないことがある。それができたら2人の関係はかなりスムーズに復縁の方向に行くのかなって気がしています。それがすごく今なんか感じるんですよね。こうあの人が何かをね、こう終わらせる必要があるとか、そういう感じがしているから、そのあの人が何かこうしなければならないことを、今はあなたが待ってあげていた方がいいのかなって気がしました。ただですね、まあ先ほど出したカードで連絡がね、取れるとはね、出たんですよ。特にね、ここの一番ラストのこの6月に入ってから、6月に入ってから連絡が取れるから、やっぱりね、2人が、あの人がこう元気っていうことが分かるとか、返信が来るとか、その可能性は十分あります。ただここからがね、もう少しあの人の時間がかかるかもしれない、時間がかかるかもしれないんだけど、繰り返しになるんですけど、あともうちょっとだけ待ってあげてって感じなんですよね。そう、あ、エースのカードが2枚も出てるから、コインのエースのリバースとワンドのエースのリバース、まあ今が、まあ、4月の下旬、まあ今からまずね、連絡が取れるまで1ヶ月ぐらいはかかるかなと思うんだけれども、それプラスあともうちょっと、これね、ワンドのエースだよね。火の季節が終わって、地の季節、ここで言うと、夏かな、獅子座の季節、その時になると少し環境が変わっていくのかな。なんか夏から秋にかけて、こう本当に本格的にあなたとお相手様の関係がブワーって動き出すような、そんな気がしています。あの人が慎重にならざる追えない状況があるように思いました。でもあの人はね、あなたのことを考えています。考えていた上で、今はダメだっていうあの人の事情がある。でも少し先に
感じるかもしれないけれども、夏から秋にかけて2人の恋は急展開するでしょうと。ただ今回連絡っていう意味では、私は6月の1日ぐらいから4日ぐらいまでの間には連絡は取れるだろうというふうに見受けられました。はい、これが、ちょっと待ってください。そしてね、最後のね、ドルフィンさんのメッセージを引いていきたいと思います。3枚。はい、ドルフィンさんからのメッセージは、はい、なんかこう一人の時間をね、なんかね過ごすとか、出てますね。なるほど。まずあなたとね、お相手様の恋っていうのは、いわゆる天が必ず助けてくれるから大丈夫、そこは安心してねって言っていて、もう神様にもう願いを伝えて、私はこうなりたいですっていう願いを伝えて、あと今はあなた自身の自分の時間を大切にしてほしい。例えば塩風呂に入る、例えばあなた自身の森林浴に行く、散歩に行く、一人の時間を楽しむ、それをしていて、あとは時期が来るのを待っていてねっていうのが、これがドルフィンさんからのメッセージでした。ダイヤルカナの多さから見ても、2人のご縁は半端じゃないです。ものすごく強いので、再び2人の恋は恋に発展すると思います。これが3番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。